虐待で揃った私が世の毒親問題をめったぎる受け取らない人気村ゆう子です。今日もよろしくお願いします。今日も無料相談なんですけども、内容は毒親から自立したいです、ただ過去に失敗したしいろいろ不安もあるし行動できませんといただきました。それではご相談内容です。30代女性ゆきはるさんからいただきました。ありがとうございます。過干渉ヒステリーの毒親の母親から逃げたくて一人暮らしがしたいんですが、仕事も契約社員で収入も心もとない気がするし、以前思い切って一人暮らしを始めた際は誰にも相談できず一人で物件を決めたせいでとても怖い思いをして、1ヶ月で実家に戻ってきてしまったこともあり、また出戻ってしまうと母親にほら無理だったと言われて一生話してもらえなくなる気がして怖くて行動ができません。辛くても相談できるような友人もおらず、こんな自分が情けなくて毎日辛いです。実家や母親を頼らず一人で生きていく自信を持つにはどうしたらいいでしょうかといただきました。それではこの問題解読スタートなんですけども、ちょっと今回ねこれ毒親問題ではないですね。人の心理、こう人が行動できない不安になるからくりをお伝えした方が多分スルッと行動できると思いますので、今日は人はなぜ不安になるのか、なんで行動ができないのかというものをお伝えします。じゃあ最初にうまくいっていない理由なんですけども、これはねもう簡単です。この2つができていないからです。その2つとはこちらです。まず1つ目、基本的なことです。行動を起こしていないから。そして2つ目、リサーチ不足。この2つが原因です。これねご相談内容を見ればわかると思うんですけども、あのね妄想だらけなんですよ。例えば仕事も契約社員で収入も心もとない気がするし、であともう1個、また出戻ってしまうと母親にほら無理だったと言われて一生話してもらえなくなる気がして怖くて行動できませんとね書いてありますが、今あなたがやっていることというのは頭の中で妄想して、頭の中で失敗して、頭の中で後悔して、頭の中で挫折するという、全て脳内でしか起こってないんですね。わかりますか？これダイエットで例えると、私はじゃあ5キロ痩せたいとしますね。そうした場合、頭の中で妄想して、頭の中で筋トレして、頭の中で挫折して、結果ダイエットが全然できませんって言ってるような感じで、そりゃそうですよね。実際に行動、筋トレしたり自分に合ったダイエット方法を調べたりっていうリサーチっていうのが必要になります。じゃあなぜ人間は行動ができなくなるかというと、人には習慣というものがあるからです。習慣ってさ、今までずっとやってることをそのままやってったら、その答えっていうのはもう分かってるんですよ。で、答えが分かってるから安心なんですよね。例えば外道歩いてる時もそうなんですけども、いつも毎日歩いているこう道っていうのは何にも考えなくても歩けるじゃないですかね。普通の他ごと考えても歩けるし、怖いこともないし不安もないですよね。でも初めて通る道とか初めて行く街で目的地に行く時って不安じゃないですか。この道で合ってるかな、あもしかしたらこの先危険があるかもしれないなみたいなことをいろいろ考えて不安とかね怖くなっちゃうんですよ。なので人は習慣を変えるという時に不安になる、行動できなくなるというのはもうなんか本能でインプットされてるような感じで当たり前なんです。じゃあ今あなた何やってるかというと、習慣を変えなくてもいい口実を一生懸命作るという努力をしているんです。はっきり言いますね、これ無駄な努力です。めちゃくちゃもったいない。もう自分の中ではこうした方がいいんじゃないかな、ああした方がいいんじゃないかなって分かってるのに、それをそぎ落とす、なんていうかな、もう自分で自分に手かせつけて、足かせつけて、首輪つけて動けないようにしてるんです。じゃあ何の習慣を変えなくてもいい口実を作っているかと言いますと、私がいつもお伝えしているこちら、毒親育ちに必要な人生の選択なんですけども、今あなたはこちらです。1番目のこのまま親の奴隷で生き続けるということをやっています。これが習慣なんです。もうね10年以上やってきたと思います。だからこっちはすごく辛いんですけど、でも辛い、苦しい、生きづらいっていう答えが分かってるんじゃないですか。これおかしな話なんですけども、その答えが分かってるからこっちでいる方が楽なんですよ。
でもあなたの本音は違います。こうじゃない、こっちやりたい、自分の幸せを取り戻したい、一人暮らししたいと言ってるんですけども、こっちの選択をしなくてもいいように頭の中で、いやもしかしたらダメになるかもしれない、また失敗するかもしれないっていう感じで、こっちに変えなくてもいい口実をどん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 作って自分の首を絞めている状態です。わかりますか？もったいないですよね。こうなんて言うんだろうな、ダイエットしたいですって言ってるのにケーキとお菓子を食べながらどうやってやったら痩せるかわかりません。でもダイエットしても筋トレ辛いし苦しいし失敗するかもしれませんって言ってるような感じね。うん、それはちょっとね痩せないよねっていう話なので、行動が必要になります。とはいえ今回の場合なんですけども、過去の失敗が不安になっていると書いてありました。これもそうで、人っていうのは過去に失敗してしまうとまた次もそうなるんじゃないかと言ってね、こう行動が億劫になってしまうんですよね。でこれはあなただけではありません。世の中全員そうです。みんなそうです。私もそうです。例えばこの YouTube の、 初めの方を見てみてください。もうねボロボロ本当に喋り方もなんかもうキャラ作りすぎて下手すぎるし、声のトーンもステージ上でトークの人に言うようにめっちゃ大きい声でめっちゃ高い声で喋ってるし、まあね本当今見るとねもうすっごい恥ずかしいぐらい、もう見たくないぐらいなんですけども、じゃあ私がそのままずっとやってたら今私は何も変わっていないんですよ。なのでまあだからといって今すごく私も喋ることが上手いわけではないんですけども、失敗を失敗で終わらせたままにすると失敗になります。でも失敗を改善してリトライしてっていうことを繰り返すといつか必ず成功します。これ本当です。世の中で成功してるって言われてる人はこれをやってるんですよね。で成功しない、いつまでたっても失敗してるっていう方は前者、失敗を失敗で終わらせたままにしているっていうだけ、もうこのね違いなんです。だからねもったいない、一回失敗してるんだったら、いや私ほんともったいないなと思う。ここでやめたらさただの失敗じゃないですか。いやだからねすごいもったいないなとね思います。ちょっともうあと一歩踏み出してほしいなと思います。そこで、まあ、ご相談内容から今あなたがやるべき行動というものを挙げてみました。でこれ私の例なので、もっと他のことしたいっていう場合は変えてください。まずノートを買ってきます。ノートに今あなたが不安なこと心配なことというものを全部書き出してください。で全部書き出したらその横に、じゃあこの不安は何をすれば解決するのかっていうのを全部書いていって、書いた方でできることからやっていくんです。じゃあこれやり方なんですけども、まあ、例えばねご相談内容に仕事の契約社員で収入が心もとないですとありますので、今のあなたの収入で住める家を探します。そして、以前誰にも相談せずに物件を決めたせいでとても怖い思いをしたとありますので、違う不動産屋さんに行って、前回こういうことがあってすごい怖かったんです、これを解決できることなんかありませんかみたいに聞いてください。で最後なんですけども、また出戻ってしまうと母親にほら無理だったと言われて一生話してもらえなくなる気がしますってことなんですけども、あのねこれ言われてもね気にする必要はありません。そもそも母親がこうじゃなかったら私たち独居者は苦労する必要がないんですよ。なのにね母親のせいでこういうことさせられてるんです。なのでもしそう言われた時は、はお前がクズ親だから私はここまで行動しなきゃいけねえんだろみたいな感じで実際に言ってもいいですし、頭の中で思ってもう流すだけでも構いません。なのでね母親の顔色は伺う必要はないかなと思います。であとは、まあ、頭で考えて頭の中で行動して頭の中で失敗する、これはね何の意味もありません。実際に自分で行動してみるということをやってみてください。それではまとめです。ご相談内容にこんな自分が情けなくて辛いですとありましたが、それは間違っています。正しくはこちら、情けないのはあなたではありません。本当に情けないのはあなたの母親です。
なのでいつまでも母親の犠牲をやってるんじゃなくて、ぜひ自分を救う行動を起こしてみてください。ゆきはるさん、そろそろ幸せになってもいいんじゃない、ご相談ありがとうございました。このチャンネルでは見ているあなたからのご相談、私への質問、今日みたいな行動とか心理についてもお答えすることができます。ぜひ皆様のご相談お待ちしております。送り先は概要欄に貼ってあるメールフォームから送ってください。以上、解毒案内人木村莉子でした。ありがとうございました。バイバイ。